メジャーのタイトルの重みというのを各選手が本当に心の中に秘めてこの戦いに臨んでいるわけなんですが、さあすでに午前7時から各選手がスタートを始めているんですけども、現在8時1分スタートの第8組ティーオフに入っています。地元関西出身の村田理恵のティーオフ。バンカーに捕まってしまいました。スカイエーのゴルフ全部見せますシリーズはこの1番、朝一番のティーショットを、ね、皆さんご覧いただくというのがまず大きな持ち味です。そうですね、ここはあの距離が、ね、360ヤードと短いので、やはりしっかりとフェアウェイを捉えてやっぱりバーディーチャンスにつけていきたいですよね。韓国の若干20歳の選手リム・キョンミン、ウェイティングからこの戦いに滑り込み、そして予選通過、さらに決勝ラウンドの朝一番。そして3人目は川原優衣です。昨日もこの同じ時間のスタートでした。川原優衣、トレードマークのテンガロンハット、今日は真っ赤です。燃えてますね。青空に映える真っ赤なテンガロンハット。この組の3人はいずれも8オーバーからのスタートです。とにかく一つでも順位を上げたいという各選手ですよね。そうですね、ギャラリーのナイスショットの声と、そして大きな拍手が吉野の青空に響き渡っています。さあそれではその8時10分スタートの第9組の朝一番のティーショットをご覧いただきましょう。改めて解説は山崎千佳代プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初日79、2日目71、昨日3日目74、8オーバーからのスタートは竹村誠、プロ2年目若干20歳の選手。あ、初日はここイーグル取ってんですね。バンカーに捕まりました。ツアー戦いが続く中でこのメジャーの戦い、選手権大会が9試合ぶりの予選通過となりました竹村です。続いて台湾の蘇州鳳、ツアー通算5勝、右のラフに捕まりました。今回のグランレージゴルフクラブのコースセッティング、ティーショットをラフに入れてはいけない、これが山崎さん、まず大きな一つの鉄則なんですね。そうですね、50ミリから長いところでは100ミリという芝目です。そのラフに捕まるとボギーも覚悟しなければいけないというパー4パー5があります。そして3人目は上原彩子、昨日は73で回りまして8オーバーからの最終日。素晴らしいドライバーショットを見せました。距離が出ました。そうですね、先週の右サイド、はい、ベストポジションですね。ベストポジションですね。先週のゴルフファイブレディースでは練習仲間の飯島茜選手と優勝争いを演じて、まあ、結局2位に山じたんですけれども、さあ1番のティーイングラウンドに移りましょう。第10組のスタートです。中国のツン・シャオロン、台湾のロー・ヤーフェイ、そして去年プロテストトップ合格吉田由美子の3選手のティーオフです。このグランレージゴルフクラブ所属です。ツン・シャオロン、距離も出ました。
もしかしたら予選に出場した132人、あるいはこの決勝ラウンドに進んだ60人余りの選手の中で一番このコースを熟知している選手かもしれません、はい、地元グランデージゴルフクラブ所属のツンシャオロンのティーショットでした。続いて台湾のロー・ヤーフェイ、キャディに右肩を左肩ですかほぐしてもらってやっぱり最終日の朝一番最初のティーショットっていうのはね、そうですね、体の中にこういろんなものがこうみなぎるたぎるティーショットでしょうからね、はい、去年のプロテストトップ合格の吉田由美子、初挑戦でトップ合格。フェアウェイの左サイドです。毎年プロテストにトップ合格した選手はこのプロテスト直後の選手権には出場する権利をもらえるんですが、ですから去年今年と2年連続で出場している吉田由美子です。こういった後ろからの映像なんかは、ビデオとかね撮ってらっしゃる方は、はい、この映像を見てるだけで自分のタイミングが良くなってきたりしますからね、そういった形で生かされてもいいと思いますね、はい、さあ今のうちから最近は HDD っていうのがありますから、はい、ね、録画ボタンレコードボタンを押してください皆さん。さあ1番のティーイングラウンド第11組のスタート、まず小俣奈美香、右のラフ、しかもちょっと距離が出ませんでした、はい、ちょっとハーフトップでしょうか、昨日はイーブンパーで回ってきました。外国の方と結婚されたそうですね、はい、さあそして福島明子選手の妹さん、福島博子選手、予選会からこの選手権大会に勝ち上がってきて、ね、そうなんですよ、そして決勝ラウンド今日最終日、良かったですね。昨日は上がりが良かったんですよね、はい、昨日3日目は結局イーブンパー、セブンオーバーからのスタートです。今シーズンこれが5試合目で初めての予選突破、もう予選会から出場して今回決勝ラウンドに進んでいる選手が3名いるんですけれども、その中ではまあ一番いいスコアですよね、はい、やっぱり予選会から来てこうやって決勝ラウンドに残るっていうのは非常にこう大きいですよね、はい、残る2人は地元関西の中村香織と山本香織選手です。そしてこの組もう1人は中田美恵、昨日スコアを崩してしまって80、2日目の69があるだけにもったいないですね。いや本当に意外でした、非常にショットが安定しているし、このコースはもう中田さんに、ね、向いてるかなと思ってたんですけどね。さあ雪辱を期す最終日、その思いが乗り移っているようなボールです。中田美恵、小俣奈美香、福島博子、3選手がスタートしていきました。この1番のギャラリースタンドもすでにいっぱい、しかもうちわや、パンフレットなどで仰いで汗を拭いながら涼を取りながらという、そんなギャラリーの皆さん多いですね。特に今日今朝はギャラリーの方の出足が早かったですよね。実は昨日も同じ時間同じ組み合わせでスタートしていた3人なんです。そうですね、話題の12組ですね、はいはい、本人たちもびっくりしていたようです。もちろんね、最終組とか最終組一つ前の組っていうのは、はい、3日目最終日っていうのは同じ組になる、同じ顔合わせになるっていうのはよくあるんですけれども、うん、
このあたりの、ね、スコアの選手が3日目4日目と同じ組で回るというのはなかなかないことです。でも本当に同世代で、そうですね、それぞれが富士山選手ともね、うん、これから期待される選手ですからね、はい、まず佐伯美希は今月26歳になります。広島県出身の選手、プロ4年目。2007年のルーキーイヤーに富士サンケイレディースクラシックで華々しい優勝を飾りました。アマチュア時代も数々のタイトルを取ってきて、そしてその、まあ、将来を嘱望されてプロに入り、その期待通り、ただそれ以降優勝から遠ざかっています。ただ今シーズンは20試合で予選落ちは1回だけ、安定した数字を残して成績を残して現在賞金ランキングは35位。佐伯さんの持っているポテンシャルからすればね、はい、本当にもっともっとこう勝ってても不思議ない選手ですよ ね。東北福祉大学出身です。さあ続いては先月23歳になった、こちらは現役の女子大生、法政大学の在学中、そして今年の8月のプロテストにも合格しました。もうすでにツアーではもうおなじみの選手なんですけれども、あえてプロテストに挑み、しっかりとそのテスト合格して、いわばルーキーという形でこのシーズン送ることになります。あやだ、この選手も学生時代いろんなタイトルを手にしています。日本女子アマ2007年優勝、日本女子学生は2009年、去年優勝。その綾田に続きまして、続いては名古屋商科大学出身、24歳の宅島美香。服部真由とは美濃加茂高校時代、あるいは名古屋商業大学時代、服部真由が1年後輩になります。ちょっと最後ね、沈んだのがちょっと気になりますね、はい、ちょっとボールに回転がかかって、はい、ググッと砂に潜り込むような形になりました。この選手も日本女子学生、2005年にチャンピオンに輝いている選手です。では1番ティーングラウンドにもう一度目を移します。第13組、台湾のウェイ・ユンジェ、それから古賀美穂、草壁智子という3選手、いずれも5オーバーからのスタート。フィニッシュの後にすぐにもギャラリーに右手で応えるっていう、それぐらい手応えのあるティーショットだったようです。12勝を挙げています。熊本県出身、古賀美穂。昨日は72で回ってきました。最終日5オーバーからのスタート。今年は4月のヤマハレディースオープン葛城で1年4ヶ月ぶりの優勝がありました。ツアー通算12勝、古賀美穂選手。古賀選手もね、本当にこの試合を迎えるまでにもう1勝2勝しててもね、おかしくないと思いますし、本人もそういう気持ちはね、あったと思うんですよね。サイバーエージェントレディースあたりでも優勝争いには変わったんですが、はい、その後ちょっと成績が伸び悩んでいます。だから本人がね、一番じりじりしてると思うんですけどね、うん、はい、最近は左手首も痛めてしまって、今回の大会も2週間ぶりのツアー復帰となっています古賀です。続いては草壁智子、昨日は71でまとめてきました。去年初めての賞金シードを獲得、今年のシーズンを送っています。
2004年のプロ入り草壁智子選手、一時期ずいぶん悩んだ時期もあったようですけれども、はい、まあ、でも後半まだ残り試合もね、はい、ありますし、焦らずにね、うん、今日も一日ね大切に待ってほしいですね、はい、いや大いに参考になる今の諸見里選手の、ね、ご質問に対してまさに諸見里選手の、はい、ね、スイングでお答えいただいたという感じです。1番のティーショット青山香織、先ほど練習をご覧いただいた服部選手と同じ岡本彩子さんの門下生の一人です。第14組のスタート青山香織、そして木戸恵美、さらには菅陽次、お父さんが元プロレスラーの木戸治さん、本当に長い手足、スタイルに恵まれた、体型に恵まれた選手です。もう欧米の選手と ね、 そうです ね、 ね、見間違うような、はい、この体を生かしてツアーで活躍していきたい木戸恵選手、もう初日からお父さんがずっと応援に回ってるんですけれども、今日もいらっしゃるのかな。菅陽次、続いてもう一人は菅陽次です。韓国出身27歳、日本ツアー5年目、先日キャットレディースや3位に入りました。賞金ランキング53位ですから、今年は日本で賞金シードを獲得する大きなチャンスです。そのために大事な最終日、選手権大会の4日目、非常にこう、うん、あのティーショット、ドライバーショットからパッティングまで本当にバランスの取れたね、はい、オールラウンドのプレイヤーですよね。フェアウェイ右サイドランも出ました。青山香織、木戸めぐみ、菅陽次のスタート風景でした。4オーバー、3オーバーグループあたりがこれからどんどんスタートしていきます。さあスカイエールはこの1番の朝のティーショット、生中継でたっぷりとご覧いただくわけなんですが、有働優利選手の最終日の朝1番のティーショットをご覧いただきましょう。百戦錬磨の有働優利選手、今日はどんな気持ちで迎えているんでしょうか。最終日3オーバーからのスタート、しっかりとフェアウェイを捉えてきました。練習のリズムのままです。ままですね。それといつも思うんですけど、もうセットですよね、うん、フィニッシュ取った時のあとギャラリーの方のナイスショーっていう声とね、はい、でそれに応える表情と、そうなんか再生を、はい、ねえ本当そうですよね、見ているようで。2007年のチャンピオンでもあり、そして今年のツアーは先週のチャンピオンでもある飯島茜選手、距離も出ました。そして茨城県出身クオール所属、あの一度ふわっとワッグルするのは飯島選手の特徴なんですか。あの飯島選手はいつも思うんですけど、うん、その時期その時期って言いますかね、うん、何かこう気をつけてるポイントが変わりますよね、うん、ですからその時々でこうルーティーンが変わりますよね。あそうですか。今はフォローの方を、ね、意識したルーティーンを行ってますけれども、はい、続いて下村真由美、ステップアップツアーでは2005年に2勝しているんですが、ツアーの優勝経験はありません。茨城出身の27歳、
この選手も体格に恵まれた選手、170センチ。ただいまスタートしましたのは第15組、工藤優子。練習切りですね、はい、さあそれでは1番のティーングラウンドに戻りましょう。イムウナ、イェビーイン、シンヒョンジュの3選手、いずれも2オーバーからのスタートです。2003年韓国でプロデビュー。わあ、飛距離出てますね。はい、うわー、ここまで飛ばした選手は今日の中継内では初めてですね。選手で初めてですね。続いては中国のイェリーン。去年日本ツアーにデビューしまして、現在賞金ランキングは去年の賞金ランキングが36位、そして今年の賞金ランキングは50位ですから、この選手もとにかく一つでも順位を上げて1円でも多く賞金を積み上げたいところ。春の山桜を思わせるようなピンク色のウェアです。今日のイェリーン、フェアウェイの左サイドを止めました。見事優勝、また本大会2008年のチャンピオンでもあります。メジャー1勝を含むツアー通算5勝を挙げています。韓国出身、シン・ヒョンジュ。おととしのこの大会のチャンピオン、今年のグランデージゴルフクラブのコースセッティングに勝るとも劣らないハードなセッティングでした。あの石川の片山津ゴルフクラブ、シン・ジエ、そして横峯さくららを1打差で振り切っての優勝でした。という声がシン・ヒョンジュから漏れましたが、フェアウェイ右サイドで止まりました。あの時は本当にグリーンが硬くて、そうです ね、各選手がなんていうんですか、自然な表情で笑顔が作れる、いいね、この最終日最終組で回るにあたって、うん、あの表情が作れる馬場選手、ちょっと今日本当楽しみだなって、私も今鳥肌立ちました。昨日がね、非常にいいゴルフでしたから ね、さあそれではそんな若い選手がしのぎを削る上位にあって、この福島選手はそんな選手を脅かすゴルフが今日できるかどうか。まあちょっとフィニッシュ緩んだが、どうでしょう。あ、バンカーですか。あ、これはちょっとボールのライはね、いいですけれども、林が気になるかもしれません。そうなんですよ、こう顎に近いところにね行ってしまいましたから。ヤマハ所属、ファン・アルム。昨日同様ドライバーは使いませんでした、1番の福島明子。さあ続いて、昨日は途中体調不良、熱中症の、まあ、症状なんでしょうか、体調不良があって、後ろの組に順番を変えてもらったという、そんなシーンもありました。ファン・アルム選手、でも昨日も18ホール回って今日も最終日の朝を迎えています。体調どうやら大丈夫そうですね。そうですね、見てますね。本当8番ホールはね、ちょっと心配で表の胸に当てながら ね回ってましたもんね。でもその8番ですごいショットすごいピンそばでしたもんね。ナイスショット見せてくれたんですけども、はい、ファン・アルムのティーショットでした。そして3人目はイ・ジウ。今月17日に、ですから5日後に25歳の誕生日を迎えます。今シーズン21試合に出場してトップ10フィニッシュが5試合あります。賞金ランキングはご覧のように現在24位。おー、かいくぐった。ラッキーですね、うまいこと
フェアウェイの傾斜を生かしてランも使っていってラフに捕まることはありませんでした。こう見てますと今日はピンク色のウェアが多いな。なんかこう本当に吉野にぴったり、はい、桜満開、季節外れの千本桜満開、百花繚乱の選手権大会です。さあそれでは1番のティーングラウンドです。井成、服部真由、ジョン・ミジョンの3選手、いずれも1オーバーからのスタート。右のラフに捕まりました。韓国出身の22歳、去年この大会10位タイに入っています。井成選手のティーショットでした。イナックス所属、アットリーマユ。そして愛知県出身の22歳、プロ4年目、練習風景もご覧いただきました服部真由選手です。4月の富士サンケイレディースクラシックで2年ぶり通算ツアー2勝目を飾っています。これはスタンスがバンカーにかかりますね。これはね、しかも左の林はそんな気にならないですかね。まあいずれにしてもギリギリですかね。いずれにしても難しいラインになりました。そして3人目はジョン・ミジョン。去年のこの選手権大会2位という成績を残しました。今シーズン2勝、ツアー通算15勝、賞金ランキングは現在5位。何しろ今年は出場の試合すべて予選を通過している、決勝ラウンドに進んでいるという安定感を誇っています。アマチュアのゴルファーの皆さんお手本にしているという人も多いジョン・ミジョン選手のティーショットですが、ジョン選手はバンカー。ただいまスタートしましたが、第17組イーナリ、アットリマユ、ジョン・ミジョンの3選手でした。16位タイグループがスタートしていっています。さあ間もなく1番のティーングラウンドからはディフェンディングチャンピオン諸見里忍選手のスタート。この第19組はあるいはギャラリーを目当てにしている方多いかもしれません。有村智恵、タミー・ダーディン、諸見里忍と本当に三者三様、特徴のある選手、はい、個性豊かな3人の顔ぶれ、ギャラリーも楽しみにしている組の一つかもしれません。それと諸見里選手とタミー・ダーディン選手はね、コーチが江連忠さんと一緒ですからね、はい、普段からこうよく練習をしたりして気心知れてますから、そういったところがこういい方に出ればね、お互いにこう気持ちよくプレーできるんじゃないでしょうかね。昨日江連さんいらっしゃってましたね、はい、そういえばホールアウト後もダーディン選手にいろんなアドバイスを送っていました。そのこれから諸見里らがスタートしようとしている1番360ヤードのパー4。ティーショットはとにかくフェアウェイキープが第一。やや左にドッグレッグという形のこのコースレイアウト。今日はピンの位置が手前から 21.5 ヤード、左から13ヤード。ちょっと本当ストローク数は離れてしまいましたけども、うん、この組も楽しみですよね。うん、誰がこう爆発してもおかしくないので。はい、昨日あのホールアウト後、諸見里選手まず開口一番貯金がなくなっちゃいますよと言ってたんですが、はい、ただその後キリッと引き締まった表情で、でも1アンダーで踏みとどまったというのは本当に大きいと、うん、ですから今日最終日ディフェンディングチャンピオンの立場、しっかりと皆さんに最低限のゴルフと、もう自分らしいゴルフをお見せしたいというふうにしっかりと宣言してくれていました。本当にワンストロークなんですけれども、うん、最終日を迎えるにあたってこう、まあ、イーブンパー、ね、ワンオーバーというところからスタートするワンアンダー、赤字からスタートすると、ね、はい、やっぱり気分も多少違うんですよね。昨
昨日ね、まあ3パット実質的には4パット、それから続く3パットと流れが悪いまま行ってしまって、その悪い流れが最後まで続いてしまったという話をしていましたので、もう気分一新、今日は最終日、そうです、もう開き直ってね、開き直ってね、はい、歴史好きの諸見里選手にとってはこの吉野の里での戦いというのはまた一つ気分も違うようで、練習の日に時間を使って飛鳥公園を散策したり、高松塚古墳を見に行ったり、そしてキャリーバッグにはセント君の、マスコットの人形をつけていたりという形で楽しんでいる選手権大会の歴史ある舞台での戦いです。さあ、それでは一つ注目していきたい組、スタートを見ていきましょう。有村智恵から。昨日はあの次のショットを迷わずに打てるようになるまでもっと練習を積まなければいけないなっていうのが反省点ですっていう話をしていました、はい、そうですね、本当に有村さんは今のショットなんか見ててもね、十分も今週あたりも優勝争いに、ね、絡んでいっても何ら不思議ないですから、ですからあとはプレーを進めるリズムとかね、はい、ちょっとこう視点を変えてこういくと何かこうまたいい面が、ね、出てきそうな、あまりもう技術を細かくこう走らないっていうんですかね、はい、うん、そういうふうに持っていくとまた新たな一面がね出てきそうな感じがするんですけどね。さあ、ツアー屈指のロングヒッタータミー・ダーディンは昨日同様この一番はアイアンです。ダーディン選手はもうこのまま米ツアーに行ってももう1位2位を争う飛距離をね持ってますからね。去年アメリカツアーのあのクオリファイスクールも受験して最終予選では12位タイに入って、確かにそうですね、おっしゃるようにもういずれアメリカの舞台でどんどん活躍していくような選手になるんでしょうね、はい、日本ではいずれ忠さんにいろんな指導を受けながら本さんに取り組んでいるタミー・ダーディン。さあ、そしてディフェンディングチャンピオン諸見里忍、樋口久子さん以来33年ぶりの偉業なるかという、そういったところに挑んでいった今年の大会ですが、最終日は1アンダーからトップとは9ストローク差でスタートです。悪い流れを断ち切っていきたい、昨日の悪い流れを振り切りたい諸見里選手ですが、1番ティーショット右のラフに捕まりました。第19組がスタートしていきました。残る組はあと4組です。いやー、厳しいスタートに諸見里なっています。その1番のティーイングラウンド、これから第20組のスタート、キムナリ、茂木ひろみ、北田瑠衣、この組も楽しみです。爆発力があります、キムナリ。QT ランキング6位で今シーズン日本ツアーにデビューしています。そのキムナリのティーショット、いいところです。5月の中京テレビブリヂストンレディースで2位、8月のニトリレディースでも2位、日本ツアー1年目活躍を見せているキムナリ。そして昨日は74でした。初日69、2日目70といいゴルフをしてきたんですが、昨日は昨日1日だけでいうとオーバーパー、3アンダーからのスタートは茂木ひろみ。もう前半からちょっと我慢のゴルフになってしまってましたもんね、昨日ね。
うまく粘ってパーを拾ってきたというホールはあったんですけれども、はい、今日は最終組から3つ前の組でスタート。研修生生活を経験してかつて、ね、この1996年のチャンピオンでもある塩谷育代さんのキャディーバッグを担いだりというようなそんな経験もある茂木選手、こういった大舞台の空気というのはその当時からよく味わっている選手です。続いて今年はティーポイントレディースで優勝しています北田瑠唯選手。フェアウェイにしっかりと置いてきました。2日目あたりを見てますと北田選手も本当にショットは安定しているなという印象があったんですが、昨日は最終組の一つ前の組で回って少し出入りがね激しくなってしまいましたよね。さあ歴代優勝者ご覧いただきましょうか。1968年、昭和43年が第1回の開催、天城カントリーで行われた大会が第1回でした。樋口さんの7連覇から始まったこの選手権大会、76年77年には樋口さん2連覇もありまして、今年のディフェンディングチャンピオン諸見里忍選手は史上2人目、大会史上2人目の連覇なるかという偉業に挑んでいたんですが、最終日はボギースタート、ますますその偉業達成は険しい道のりになりました。それだけまあ連覇というのは難しいということなんでしょうね。難しいですね、はい。さあそれでは1番ティーイングラウンド最終組から2つ前、孫ボベ、竹末ひろみ、アン・ソンジュ。孫ボベは3アンダーからのスタート、去年の日本女子オープンのチャンピオンです。距離が出てます。こう今のは叩きましたね。孫ボベ選手らしいパンチ力を見せました。竹末ひろみ、さあ竹末アンソンジュは4アンダーからのスタート、6ストローク差、このストローク差はどうでしょうか。うん、まあ、やっぱりねまず早いうちに一つでもね、はい、差を詰めていきたいところですけど、竹末さんはちょっとこうティーショットの飛距離はね、あまり出てなかったんですけれども、ただその次のセカンドショットがね本当に素晴らしかったです ね。的確にグリーンを捉えてまた外したところもうまく拾って粘り強いプレーでね、はい、今日につなげましたよね。ドロー気味にボールが落ちていってファーストカットとラフの狭間にボールが止まりましたが、さあセカンドはどうでしょうか。タコスよ、続いてはアン・ソンジュ、現在賞金ランキングトップ、8月の31日27歳になりました。今年のツアーの開幕戦ダイキンオーキッドレディース日本ツアーデビュー戦を優勝で飾ったというアン・ソンジュ、7月のスタンレーレディースも制しました。賞金ランキング現在トップというアン・ソンジュです。追いかける選手の中ではもう怖い存在の一人ですね、はい、にっこり笑顔が出た。フェアウェイ右サイドいいところです。ただいまスタートしましたのは第21組孫ボベ、竹末ひろみ、アン選手も今日は桜色です。バックと合ってますね。合ってますね、はい、はい。1番のティーイングラウンドには
最終組の一つ前の組が来ました。追いかける展開、横峯さくら、若林舞子、そしてヤングキムの3選手。去年のツアー最終戦 LPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップで5ストローク差を逆転して優勝し、そして初めての賞金女王に輝いたという経験を持っている横峯選手が、はい、まあ、もちろんコンディションは違いますけれども、打数だけで言いますと同じ5打差で最終日を迎えたという今日のメジャーの戦い、ね、さあそれではその横峯選手の昨日3日目のハイライトをご覧いただきます。まずアウトの7番、セカンドショット406ヤードのパー4、セカンドショットをピンにピタリとつけていきます。ここは難なくバーディーを奪った横峯選手。こうやってショットでバーディーを奪っていったという印象なんですよね。はい、この8番もそうでしたよね。第3打ナックスピンも効かせてバーディーチャンスにつけます。ここもバーディーを奪った8番、さらに9番、このラインはね、よく読み切りましたね。7番8番9番と3連続バーディーで藤田さいきに1打差に詰め寄ったんですが、インでさまざまなトラップに引っかかってしまいました。この18番ではティーショットも池に入れて、そして打ち直しのこのショットも池の石垣あたりに当たって大きく跳ねてバンカーへ、バンカーもグリーンに乗らずで、ボギーパットも外してしまってのダブルボギーという痛恨の18番。くじけそうですというようなそんな言葉もホールアウト後にあったんですけれども、はい、しかし気分を入れ替えて今日迎えている最終日でしょう。ではその組、まずヤングキムからのティーショット。去年日本のファイナル QT トップ通過で、はい、で今年日本ツアー、そうですね、海外でね、ずっと参戦してましたので、はい、韓国ツアーはもちろんアメリカツアーの経験もありますヤングキムです。さあそして注目、横峯さくら、トップ藤田彩希を5ストローク差で追いかけます横峯さくら。最終日の朝一番のショット、フィニッシュ決まっています。フェアウェイの真ん中を捉えてきました。いかがですか。いいポジションです、はいはい、この選手権大会は2度の2位があります。今年はもうメジャーというタイトルをしっかりと意識した上で臨んでいる大会ですね。そうですね、その全てが集約される最終日であるわけです。横峯、そしてこの若林も5アンダーからのスタート。今週本当に若林さん頑張ってますね。昨日を後半で5つのバーディーラッシュ、やはりパッティングがこう調子いいんでしょうね、うん、ですからそのパッティングの良さを生かして、まあ、ショットはもうまずは確実にこうピンカップの切ってある同じ面を捉えていく、そういうことを心がけていけばチャンスはね大きく広がってくると思います。伸びやかなスイング、ランも出ています。どこまで行くか、転がった転がった、ちょっとファーストカットで止まりました、うん、大丈夫ですね、はい、ただね山崎さん、実は初日2日目はショットが良かったんだけどパッティングの調子が一つだったんだと、はい、うん、ところが昨日はそのパッティングの調子もぐっと戻ってきて噛み合わせが良くなった。経験豊かな選手たちの中に今日は加わっているわけですから臆せず、はい、ね、行ってほしい若林選手ですけれども、さあ1番ティーイングラウンドスタートを待つのはあと1組だけ、この最終組だけです。
唯一2桁アンダー、10アンダーからスタートの藤田さいきがスタンバイしています。イーブンパーは14位タイグループ。さあこちらは1番ティーングラウンド、3人の選手が緊張感ほぐすように談笑してますが、藤田選手も昨日の3日目のこの朝のティーングラウンドはさすがに緊張していたそうなんですね、はい、そうでしょうね、さあいよいよ最終組のスタートです。今日はねかなりフォローの風が強いですね、初日71、2日目72、昨日は68、通算5アンダーからのスタート。ニッキー・キャンベル、ドライバーは握っていません。ステディーにステディーにゴルフをしていくタイプですが、これもボールが回転してちょっと埋まるような形になりました。ストレディースで2位に入賞しています。ツアー通算2勝、福岡県出身、昨日までのスコア6アンダー、ババゆかり。去年のこの大会2ストローク差2位で迎えた最終日、残念ながらプレッシャーに飲み込まれてしまって3位タイに終わってしまいました。その雪辱を果たしたいこの今年の馬場ゆかりです。ババもバンカーでしょ。あ、ここです。そうですね、ここはちょっとね近いですから、前がアップヒルのライなんで上を行けないこともないんですけどね、はい、決して平坦ではなかった2年間、その2年の思いをすべてこの最初のティーオフにかけます。力みはありません。距離も出ています。ファーストカットで止まりました。いかがでしょう。もう十分です。はい、朝一番のティーショットではね非常に位置をキープしました。昨日はこの本当に体が回ってないというのが自分自覚症状があって、ようやく5番のボギーで吹っ切れたっていう話をしていた藤田さいきです、はい、